2019年7月23日目立ちたがりの人見知り大城孝文プレゼンツ見るパワースポットふみんち TV の世界へようこそ。はい、ゲストは沖縄のお笑い芸人、ただの秋典さんです。イエーイ、ただの秋典です。こいつね、一気に一気に入るとね、スイッチが。いや入れてないから、まだ。あ、そう、まださ、すごい、まだこの皆さんに受け入れられるのかなっていう気持ちがあるから、ゆっくり探り探りで今言ってるから。新運転で。そうそうそう。いやいや、素晴らしい。じゃあまずは紹介をしていきましょうかね、ただの秋典さん、はい、まあ、沖縄のお笑い芸人でありますが、沖縄県立首里高校の同級生という間でありまして、そうなんです。まあ、だから、まあ、呼ばせていただいた、まあ、ちょっと知らない人は呼びたくないな。そうだよな、なあ、こんな綺麗なお家にさ、知らない人は呼びたくない。なかなか呼びたくないから、いやいやいや、なるべくゆかりのある、かつ、あの、僕が面白いな、お話ししたいなと思う方を呼ばせてもらってるんですけど、今日も。ああ、ありがとうございます。いやいやいや、もう、秋典は何年目ですか、この。今あの FEC 演芸集団 FEC ってところに入ってるんですけど、そこはもう5年目ですね。5年目。その前は、その前はあの沖縄の吉本、その時の1期生、19歳の時ですかね、9年前。その時はもう一旦もうリセットして、まあ、FEC 歴として5年目で。あー、へー。あ、まあ、でも僕も沖縄のボイストレーニングスクールの EXPG っていうところの一期なのね。あー、そっか。19、20歳ぐらいに行って、同じ時期だ、大体。なんかほぼ同じですね。それでまあ、あのスカリザリンっていうグループをやってて、じゃあそっからですよね、そっから5、6年前ですから。あ、ほぼ一緒の、ほぼ一緒だ。なんかこの区切り的なものがほぼ一緒なんだ。ほぼ一緒だから、まあまあ、だって大城まで一緒だ。だからもう一緒ですね、もう同一人物ですね。同一人物ではないけど、これからは。いや、違う違う、あのさ、全く違うし、俺が怒られるから。そんなこと言ったら、いやいや、ほら4文字だし、うん、秋、あ、大城、うん、秋田、あ、秋典、今日から同一人物。いや違うよ、秋典、高文、ほら。いや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 、ああ全然違うと思う。もう誰も興味ないだろ、この4文字が合ってるか合ってないかとかさ。面白いな。もういつもさ、一人でやってるからさ、すごい、すごい日、すごい、すごいいいわ、すごいアンニュイだね、感想、すごい、なんかいい。なんかいい。という感じで、一つ目のね、質問を、 お互いの第一印象を教えてくださいと。まあ言うて同一人物だし、まあ高校1年生の頃から、だからもう人生のやっぱ半分を同一人物として実はやっていたから、まあやってないですけどね、同一人物ではやってないんですけど、まあ高校からね、高校1年生の時に出会ってってことですから、じゃあ僕から。あ、はいはい。まず説明会で、なんかもう初めて一堂に会す日みたいな、新入生が、そういう時にやたら遅刻してるやつがいて、でも急いでなくて、でなんか靴下が赤くて、あのその3点だね、遅刻してるんだけど、で遅刻してるって分かるってことは僕も遅刻してる。あ、そうそうだよな。そうそう。でだけど急いでなくて、なんか赤い長靴を履いてる。もうおもろくて、僕は首里高校生の中では言うとね、なんか吹っ飛ばってんな、面白いなっていう。赤い靴下っていうのは毎日履いてなかった？毎日赤い靴下を履いてなんで、それはなんでやろ。それはやっぱり高校入るでしょ、地元が早原なんで、那覇の人が来るじゃん、舐められたくないな。いやいや、舐められないためにはやっぱちょっと赤い靴下を履いて威嚇。威嚇、なるほどね。小さい生き物ってさ、狙われた時になんかふーんみたいな、赤くなるみたいな、なんかあれ、あの感じかな。なるほどなるほど。だから遅刻してても焦らなかったのは、俺はもう遅刻ぐらいではビビらねえぞ、で見ろみたいな。だって赤い、赤い靴下開いてんだぞ俺。くだらねえこれ。いやでもね、僕かっこよく見えたんですよ。あ、そうなの。そう、すっげえ恥ずかしいわっていう、まあ初っ端ですよね。俺が多分見た時は一緒だと思うんだよ、その時だよ、はい、その時にね、どこですかねみたいな、
集合場所どこですかね、お互いちょっとなんか距離も取りつつ、はいはいはい、あ、じゃあ体育館ですかね、うん、みたいな感じでもね、なんかね空気は合うんだろうなって思った。おー、いいですね。第一印象は波長が合う。おー、こいつは絶対な範疇じゃないな。はいはいはい。あと瞬き、おゆっくり喋るな、そして結構ね、まあ溜めるから何言うのかなと思ったら普通のこと言うからそこからいいじゃん、うん、いつから芸人さんを目指してたの？あー、でも目指し…まあでもさ、高校の頃、うん、結構前に出てたじゃん。あー、全校生徒のいるね、町会とか朝礼あるじゃん、うん、朝礼の時に一発ギャグをやりたくなるという衝動に駆られて常にドキドキしてる、一人だけもうやるって決めてるから。そうそうそう、別にやってくださいどうぞじゃないんだよ。先生たちの挨拶と挨拶の合間にスタタ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 って走ってきて出てきて急に一発ギャグをやるっていう、めっちゃ緊張した。あ、ちゃんと緊張はするんだ。そうそう、自分でさ勝手にやってさ勝手に緊張してさ、うん、今日、うん、僕の友達に LINE でメッセージをもらってて、体育祭で、うんうん、なんか秋のりが秋のりしたのよ、うんうん、秋のりしたってそう、なんかね乗っ取ったような記憶がある、うんうん、バッて、うんうん、その場を、はいはい、でその上がってきたもう一人の男に、うん、羽がい地面にされて、うん、下ろされるっていう、はい、なんか記憶があるんだけど、はいはいはい、これはやったっけ、そういうこと。これはやった、やったんだ。これあの体育祭で体操体系に開いてって言って、ラジオ体操をやって、じゃあ元の体系に戻れって言って、この反動を使って前に上がってきたの。戻るこの反動でうわっと上がってきて、式台にね、式台に上がっていきなり効果読書って言って、あーもう、あおげばたかしべんがらけその時俺生徒会だったの生徒会ですごい。そしたら生徒会長が、うん、走ってきて、それで羽交い締めにして俺を引きずり下ろすっていういや、いいね、うん、そう、この羽交い締めよりもした彼からメッセージが来た。あ、なるほどね。彼が何持ってるのかどうかわかんないけど、うんうん、聞いといてくれっていうこと。あ、なんでっていうことこれ何持ってるでしょ、絶対。だってさ高校の話だよ聞いといてくれは絶対何持ってるよ、ね、だから本当にあれクラス、まあ、1学年、2学年、3学年のひとまとまりで1段とか2段とか、はいはいはい、チーム戦だったんだよ。なんかすごい協力、一致団結してる組は1位取れたり2位取れたりする、ポイント制だったんだよ、はいはいはい、俺が効果独唱したから10点マイナスぐらいになったわけペナルティー、うん、で、この体育祭に向けてみんなクラスの女子とか一生懸命ダンスの練習してたんだよ。それを俺の独唱に10点マイナスされるっていうクラスのとこ戻ったらもうすっごいみんな何してるのみたいな感じになって、俺もいけないことをやってしまったと。ああ、その時初めて気づいてしょうがないよ、エネルギーこう利用してきてるんだから。そうそうそう、止まんないよ。そうだよ、元の体験に戻れのこのエネルギーを使ってるからそれは止まらないわ、うん、でもこれ一人の友達が大丈夫だぜと、うん、お前が減点された10ポイントはみんなで頑張って取り戻すかって言ってくれて、おー、ありがとうなーって言ってちょっと陰に行って泣いたね。俺泣いたんだ、木陰で。泣いたんだ、号泣今もその言ってくれたやつは今も警察官になってるんだけど。なるほど、やっぱさすがだなって。犯人を説得したんだ。犯人じゃない、犯人じゃない犯人とかじゃないそんなことではなかったけどね、うん、まあでもそんな大事ではない。いい話だね、うん、いい話か分からない。じゃあ俺がやらなかったらよかった話だって。いやいやいや、もううわー、絶対根に持たれてるだろうな生徒会の子泣いてたもん俺がこれやって一生懸命この大会を運営するって頑張ったのにって泣いてたんだ。泣いてたもん。泣かれるとまずいね。うん、そう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 ね、笑わそうとしてね泣かれたらまずいよ。本当ね、もう聞きたいこと聞いたわ俺。もう聞いたの。ああどうする、今日アルバム持ってきてアルバム、今日やっぱあの同級生ってことで、はい、あの首里高の時のアルバムをリアルアルバム、うん、リアルアルバムだから僕のファーストアルバムだねこれファーストアルバムなんだこれファーストめっちゃ面白いやしやそれめっちゃ面白いやし
ファーストアルバム俺も使っていいこれ。いいよいいよ。で高文を見せたいなと。ああなるほど。この高校生の時ね、10年前で卒アルだから3年生の時かな、うんうん、で一応みんなの顔がね見えるとちょっとまずいから、うんうん、専用のね、はいはい、切り取りを作ってきました。最先端の、はい、最先端。これはカッターじゃなくてハサミで切りました。うわカッターで切ったらいいのなかったいけるかな、これみんなの顔を映さずにいけるのか。うわこれどういくんだこれ、いけるのか。上から下だから上からいけばいいか。10年前のいけてる。うわぁ来てる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 完璧です。面白いいいね、爽やかだね。あちょっと待って、アキナに見したい、アキナに見したい。これ面白かったんだよ、アキナの写真。俺覚えてる。面白くないよ。覚えてる。ちょ、面白くない俺。いや、最高じゃん、この写真。いける、いけるじゃん、はい、いいね、さあこれさ、うん、何なの、この髪型。この時さ、俺、小栗旬に憧れてたんで。いや、もう、めっちゃいいよ。ほら、かっこいいってよ。いや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 まあいやまあだって聞いたよ、僕結婚したんでしょ。ああそうなんですよ。結婚したそうですよ。そうなんです、結婚しました。いやいやいや今年の2月に、うん、結婚っていい。ああ、結婚っていいの、結婚っていい。ちょっと待って、ズトロになると難しいけど、ゆくゆくはおすすめだよね、これは。ああでも、うちの奥さんが結構天然で、うん、それが面白かったですよ。なんかちょっと歩いて買い物行くみたいな夜、うんうん、ちょっと近くにスーパーあるから、うん、行ってきまーすって言って、うん、かすぐ2分ぐらい帰ってくる。どうしたのって言ったら、うん、隣の犬がいて、うん、犬が中から吠えてると、うん、庭から、うん、それが怖くてもう行けないって。もう一生行けないじゃん。そうそう、もう行けないんだ。これ吠えたから大丈夫ってわけじゃないから、ね、そうそうそうじゃあもう帰ったらいるんだ。帰ったらいるね。コロンとコロンと、ね、家だから、ね、小動物みたいな感じ。小動物のメス。メス。メスか。まあ、オスかメスかって言われたらメスだ。メスか。なんでそこ行ったの。まあ、一応ね。あ、一応ね。あ、一応ね。確認ね。という感じで。おお。最後は、うん、まあ、いつも締めのお歌みたいな感じでやってるんだけど、うんうんうん、今日どうしようか。まあ、ネタでもいいんだけど、あ、今日いいじゃない。ちょっとあのハーモニカ持ってきたわけさ。それを使って。一曲吹きたい。一曲吹いいよいいよ。演奏演奏しましょう。モンゴル800さんの、うん、あなたにがこれで弾けるおますよ。だってあなたに会いたく会いたく。これ僕言及すると同業者として怒られる。もう閉めて閉めて。そっかそっかそっか。いや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 。じゃあ何もなかったでーす。何もなかったでーす。はい、もうなんか告知して終わろうと思ったけど、もういいやもういやしてなんかある。土曜日にハイバルのイオンでネタステージやってるんで、はい、そちらの方、まあ、SNS もね、はい、チェックしてもらって、はい、ただの秋のりで検索すれば、うん、Twitter、インスタ全部やってます。いいね。あ、ミクシーはやってないです。いや、もうやってないよはい、というわけで、本日のゲストはただの秋のりさんでした。バイバーイバイバーイ